クリスピーシャーシャージュヤテンテレテンテレテンテンテンテレテンテレテンテレテン。テレテン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 。すごいこれ、まるでドーナツの女性の下着畑や。毎回今ので、お座り、まーちゃん、ダメ。待て、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 お手、クラ、クラお手、まーちゃんおかわり、まーちゃんおかわり、クラおかわり、クラおかわり、さあどうぞ、待て。待て待て、よしよしよし、いえ、めっちゃすごいね。なんか初めて女性の下着コーナー歩いちゃったみたいな、そんな色を彷彿させますよね。なんかすごい、ところどころパリピがいて怖いんだけど。初めてクリスピードーナツ買ったんですけど、今日この後夜、うちでドーナツパーティーやろうって言って、ちょっと友達が集まるんで、いや、先に買ったんですけど、まあ先に食べちゃおうかなと思って、はい。3時20分ぐらいなんですけど、3時のおやつに、どれぐらいドーナツ食べれるのかっていうので、まあ一般、ちょっと、一人食べれるぐらいの人が、っていうのでね、ちょっと皆さんの夢を叶えたいと思います。ということで最初から登場ということで、青汁のやつ、はい、いただきたいと思います。まず青汁で。ああ、うまい。うわ、夏は青汁だな。というので、今回このクリスピードーナツ、初めて買うんだけど、クリスピードーナツって、まあ、なんだったかな、他の有名なドーナツ屋さんは買ったことあるんだけど、クリスピーってどういう意味なんだろう。なんか調べたら、なんか、クリスさんって人が発明したらしいんですけど、クリスさん結構下ネタを常に日常生活でずっと使うらしくて、もう前、P が入ったらしいんですね。でそれでもうクリスピーみ、うん、あ、砂糖はちょうどよくてうまい。うん、あ、うん、1個目、すげえ食いたかったのこれ。超うまそうじゃない。ああ、めっちゃうまそうですね。じゃあいただきたいと思います。うん、あ、めっちゃうまい。ピーナッツチョコレートがまだコーティングされてて、噛むと普通のピーナッツのシャキシャキ感。うん、あ、これうまっ。うん、うん、あ、食べやすい。2個目完食。うん、3つ目、じゃあこちらのすごいね、ゼルダの伝説で出てきそうな的な感じしますね。それがもしくはなんか独身でなんか料理だけ極めちゃった、もう40歳の、はい、あの奥さん、いただきたいと思います。あ、
これはドーナツっぽくない。酸味がすごい強くて、ドーナツに飽きた時にすごいちょうどいい。あ、すごいチョイス。このいちごの酸味がすごい。うん。うん。半コマ。初めて東京に上京して、大学の教室入った時に、とんでもない奇抜なやつ行っちゃったみたいな。そんな感じですね、これ。俺が都会の学生が、みたいな。なにこれ。これ、すんごいな。いろいろくっつけてきました、みたいなね。学校に来るまでいろいろくっつけてきちゃいました、みたいな。お前、それちょっとくっつけすぎじゃない？あ、すごい、このチョコチップが、すごいチクサクしてて、口の中でパリ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 、ほんと、EDM 流れちゃってる。うん。うまい。これこれうまいの。小さいお子様が好きそう。よかった、抹茶にしといて。うわ、これすごいわ、なんか。シベリアンファミリーとか出てきそうなお菓子だもんね。うん。これは、ほんと小さい小学生好きそう。うん。もう苦しいな。もう苦しいな、4つ目、4つ食った。はい、じゃあちょっと、これ、うわ、これ、重たそうだね。しかも何この、ミントみたいな感じですかね。なんかこっちすげえおしゃれでさ、可愛げな感じで、なんかキュートな女の子で、あ、ねえ彼女みたいな感じで振り向いたら、おっすって感じでね、ボビーが出てきちゃったみたいな。ふん。おい、歯磨きのデンターの美味しいバージョン。うん、これ好き嫌い分かれるぞ。俺かろうじて食える。これ好き嫌い分かれますね、多分。うん。なんならボビーだけでよかったみたいな感じ。なんかこれきつい。うん。どこ？あ、そこ。7個食べて、一番美味しいのが、やっぱこれが一番美味しい。うん。なんか、普通に。で、2番目にこのいちごのやつ。あ、でも美味しいな、これ。うん。おう！これ口直しってことで、鶏の胸肉いただきたいと思います。生姜と塩と醤油で。うまっ！待って、うまい！なんでこんなうまいの？ドーナツの後のお肉って。うまっ。うん、楽しむ相手にするみたいな感じで。うん、10個ぐらい食ったよな、これ。あんま数えずに食ってたんで、ちょっと、まあ、動画見れば分かるんですけど、これ残り1個残して、こっちはね、無理でしたね。これちょっと保管したいと思います。っていうので、まあちょっとクリスピードーナツ期間限定だったんで、まあ、どれぐらい食えるかやってみたんですけど、それでまたちょっとなんかあれば挑戦したいと思います。ということで、ほらだ、おやつにクリスピードーナツ。
ジェリコ監督ブルターンズポイントブルー役ね。